虹色ネットワーク企画コーナーです。さあ、ものづくりの町、スポーツの町として知られる東大阪ですが、かつて東洋のハリウッドと呼ばれる場所があり、映画の町であったことは皆さんご存知でしょうか。実はここ長瀬は数多くの映画の名作を世に送り出した映画制作会社帝国キネマがあった場所で、現在もその名残をところどころで見ることができます。その帝国キネマ、去年設立からちょうど100年を迎えまして、市ではこれを記念したイベントが行われました。今回の企画コーナーでは、当時を知る人から語り継がれてきたこと、また大切に残されてきた資料などをもとに、かつて東洋のハリウッドと呼ばれた東大阪の街の歴史を紐解いていきます。日活、松竹と並ぶ三大メジャー映画会社の一つであった帝国キネマ。帝国キネマ演芸株式会社は、1920年に興行師であった山川吉太郎さんが設立した会社です。そのひ孫にあたり、現在は映画館などが入るレジャービルの会社を経営する山川雅幸さんに、帝国キネマの成り立ちやその歴史についてお話を伺うことができました。まず帝国キネマ、どのようにして生まれていったのかというところをお話しいただけますか。東大阪に来る前っていうのはですね、今でいうと鶴橋、大阪市内ですね、はい、鶴橋のあたりで撮影、小さな撮影所を持って撮影をしてたということなんですけども、そこが手狭になって、撮影の本数も増えたということで、当時東大阪鉄道も通って開けて始めてきたと。で、アクセスもいいし、と同時に生駒山系のね、こういったあの綺麗な景色がたくさんあるということで、多分選んだというふうに聞いております。そして小坂撮影所がまた手狭になって、今度は長瀬撮影所が作られたというかなんですよね。長瀬撮影所、ちょうど私の、今後ろにありますけども、これが昭和3年ですね。これに完成をしたということで、広さがちょっと甲子園球場と同じくらいというふうに聞いてますけども、相当な広さだったね。あのこのかまぼこ型 の, あの建物、これも、3300平米だから、いわゆる1000坪ほどの建物が2棟建てたというふうに聞いておりますので、かなり大きな、撮影であったというふうに思います。当時としては本当に高度な技術で建築された撮影所ですよね。そうですね、いわゆるあの柱のない、非常に大きな、いわゆるあのトラス構造で作った、当時としては最新の、構造で作った建物であったということで、屋内でもあのかなり 大型の、セットを組んで撮影がすることができたというふうに思って、いわゆる最新鋭の、いわゆるアメリカの、ハリウッドと同じような撮影ができるものが日本にできたというふうに思われます。やはりこんなに大きな撮影所がその東大阪の地にあったということで、周辺はとても賑わったんじゃないですか。そうですね、やはりあの映画というのは非常に多くの人たちが関わりますし、そしてあの映画に直接関わるだけじゃなくて、そういったところに例えば食事であったりとか住むところであったりということで、幅広くね、さまざまな方がこう出入りしたり、またその周辺に住んだりと、またいわゆる映画を、実際上映する前にその撮影を、見ることができたということで、非常にある意味で文化的な、生活を、当時の皆さん楽しんでいらっしゃったんじゃないかなというふうに思います。そしてその中で撮影された映画の一つとして有名なのが、何が彼女をそうさせたかという映画、これ撮影自体は昭和4年に完成してるんですけども、ご覧になられた方は分かると思うんですけども、非常に貧しい少女がですね、非常に苦労を重ねながら、で最終的にもこう幸せにならないっていうね、ある種後味のある映画ではあるんですけども、当時の皆さんはそういった不幸な主人公をですね、自分と重ね合わせて、そしてそれが大ヒットにつながっていたと。そしてこの映画のタイトル自体が当時の流行語になったというふうに聞いております。やはりそれぐらいの名作を生んだ撮影所なので、当時は東洋のハリウッドとも、呼ばれたということなんですよね。そうですね、まさしく東洋一の撮影所であったということは間違いなかったということで、それがハリウッドのように東大阪が映画の都になってたと、
まあ、もしご覧になる機会があればですね、ぜひもう一度何が彼女を育てたかを見ていただければ分かるんですけども、冒頭部分にですね、その引きの映像でまあ、いわゆる田舎の街並みが出てくる、街並みというか風景が出てくるんですけども、その中にですね、いわゆる送電線の鉄塔が映ってるわけですよね、はい、でこれはいわゆる撮影する側からすると消したいものであれば絶対映さないはずなんですね。それが映ってるということは、これがこの当時はあって当たり前であり、かつそれに対する違和感も誰も持ってないと、まあ、そういう街並みというか風景が東大阪にはあったと。で一方で、カメラを少し振りますと、こう生駒山系があって、何もない田舎の風景も撮れるということで、こう撮影場所としては非常にこういい場所であり、都会であり、かつ田舎の風景も撮れると、まあ、インフラが整っていた場所が東大阪とがその適地として選ばれたということではないでしょうか。2年間という短い間で火災で消失してしまったということなんですよね、はいはい。まあ、この火災で消失した、まあ、その出火原因というのはいろいろ言われてるんで、まあ、我々としても当時のことは真相は分かりませんけども、まあ、もしねそのまま続いていれば、もちろん戦争ということがあったので、まあ、どうなったか分かりませんけども、少なくとも5年10年はね、映画の都としてさらに発展をしていったと思いますし、さらにいい作品がねこうやって生まれていってたんじゃないかなと思うと、もう何とも言えない気持ちになります。ただ映画の撮影というものはこれストップできないと、ずっと続いているものですから、急遽、今の、渦政ですね、そちらの方に撮影部隊が移りまして、そして、定期ね渦政撮影所ということで、まあ、映画の撮影を続けていった、ところが、私どもの、その映画定期ね自体のですね、まあ、この映画撮影所が、焼けるという非常に大きな痛手を受けましたので、後に、まあ、最終的には松竹さんになるんですけども、松竹さんの資本を得た新興キネマという会社に引き継がれていくということで、残念ながらこの東大阪に戻ってくることはなかったということになります。当時映画を極めた帝国キネマ長瀬撮影所でしたが、開設からたった2年で火事により消失してしまいました。しかし東大阪には当時の面影が各地に残っていて、設立から昨年でちょうど100年を迎えたことから、市では帝国キネマの歴史を後世に伝えるべく、その足跡をたどるイベントを実施しました。イベントでは当時ロケ地に使われていた鴨高田神社や、撮影中に亡くなった俳優の墓碑がある長栄寺などを巡り、多くの市民が東洋のハリウッドに思いを馳せていました。各地にその足跡が残る帝国キネマ、当時の栄光は設立から100年経った今でも代々語り継がれています。市内にある宮本純蔵記念館おまけやずんぞの磯田さんもそのうちの一人、おじいさんから当時の話をよく聞いていたそうです。母と一緒に聞いてたんですけれども、祖父はグリコのおまけも戦前から作ってますけれども、この東大阪でセルロイドプラスチックのものづくりを、長年させていただいてます、その祖父がですね、東大阪ってものづくりだけじゃないんだよって、文化的なことも実は歴史もあるんだよということで話をいろいろしてくれました。宮本純蔵はですね、10歳の頃に大阪市内からこの河内小坂へ引っ越してきたんですけれども、ちょうど延命寺さん、長瀬川沿いにある延命寺さんの真向かいに家があったんですね。でその、時に帝国キネマの映画の撮影所が創設されて、で長瀬川沿いもですね、そのちょうど撮影風景、撮影場所にもっといいということで、祖父の自宅の前で撮影もされてたようで、その記録が残っているということなんですよね。はい、祖父はですね、日記を子どもの時から書いてまして、その当時の絵日記がこちらなんですけれども、昼下がりにこう撮影 の風景を見ている様子であるとか、その撮影の
終わった時に俳優さんたちがもうカツラを脱いで歩いてる様子、それはコネはそのカツラを脱いで歩いてる様子なんですけども、すごい細かなところまで描かれてますね、はい、そういった様子が描かれています。で、当時の記録としてはですね、やっぱりカメラもうね、個人で持ってる時代ではないですし、こういった15歳の少年ですけども、映画の撮影場の当時の様子を描いたっていうのは貴重な記録ではないかなと思います。そちらの絵日記なんですが、火災のことにもついても書かれてるんですよね。そうなんです、ちょっと読ませていただきますね、はい、午前3時ごろ外が騒がしいので家中を切る、火事があるというので外へ出ると西南にあたって大きな火柱が赤々と天に立っていた。人々が大勢見に走った。父が見に行かれたら、長瀬の定期根撮影所の火事で、あの広大なかまぼこ型の2つのステージが形もなくなっていた。1時ごろから燃えていたそうであるというようなことが書かれているんですよね。でこの後の、まあ、消防 車が来て火を消していくんですけども、まあ、そういう当時のね、夜中に起きてみんなが何事だって外に出て見てる様子が書かれていたりとかですね、こういうねちょっと記録で残してますけれども、本当にねわずか2年で亡くなってしまったっていうのはすごくね、町の人たちにとっても、ね、ショックだったかなと思いますね。当時映画雑誌キネマ旬報で優秀映画第1位に輝くなど空前の大ヒットを記録し、帝国キネマ長瀬撮影所を世に知らしめた作品、何が彼女をそうさせたか。長瀬撮影所が焼失した際にフィルムが紛失し、幻の名作とされていましたが、ロシアで発見されたフィルムから復元された映像をもとに音楽と音声を生で入れるライブ上映会が昨年12月100周年を記念した市主催のイベントで行われました。スミコは土井老人に連れられ新田の町へ向かった。目覚めたばかりの太陽の光はまぶしく、ごとごとと揺れる荷台の上からは刈り取られた後の田んぼにすすき、草に止まるトンボの姿も見えた。秋風がスミコのうなじを心地よく抜けていく。着いたぞ。それ、あれが新田の町だ。俺、あそこじゃよ。わしはまだこの先の村に行くで、お前はここから町へ入っていきな、ね、この先に交番があるからね。ええ、ほれ、大事な荷物じゃよ。おじさん、ありがとう。なんも、学校頑張るんじゃよ。ああ、それからな、くれぐれも気をつけなよ。道は純さんに聞いていくんだぞ。はい。それじゃ、さいなら。さいなら、すみちゃん。いかがでしたか。何が彼女をそうさせたかは、娯楽にあふれたこの時代に見ても当時の世界に引き込まれるくらい迫力があったのではないでしょうか。このような映画がここ東大阪で制作されていて、当時東洋のハリウッドと呼ばれていたのです。
長瀬撮影所の火災がなければ東大阪はものづくりの街、スポーツの街であり、さらに映画の街であったのかもしれません。